いやあ、君って地元の人？俺たち東京から来て、麓の旅館に泊まってんだけど、なんかアキナって思ったよりも少ないね、走り屋の車。そうそう、もっと賑やかなのかと思ってたのにな。だからそれっぽい車見かけたらつい嬉しくなっちゃってさ。どれどれ、ちょっと見せてくれる？あー、86だよ。買っちゃったんだこれ。漫画の影響ってすごいよね。現実だったらありえないでしょ。本当にこれでバトルとかすんな？実際走るのは夢か漫画の中だけにしといた方がいいと思うけどな。そんなこと言っちゃ悪いよ。本人も気にしてるみたいだし。君、自分の車にパーツとかつけないの？もしかしてガソリン代で精一杯だとか？あ、悪いこと聞いちゃったかな。それにしてもわざわざ東京から来たのになかなかバトルできなくてさ、サーキットで鍛えた僕のテクを見せてやろうと思ったのに。そうだ、せっかくだから君と走ってあげようか。僕のスーパーテクを見たいだろう。僕についてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやる。最初は先行させてあげないとね。後で抜く楽しみがなくなるからさ。ちょっとまずいんじゃないの？僕が本気出せばすぐに抜けるよ。さて、どうやって抜いてあげようかな。ブレーキングは僕の得意技なんだ。本気出せば負けない。あのさ、悪いけどしばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないから。シッシッシッ、今のうちにせいぜい生きがっておくといいや。今だけだよね。後で抜くんだよね。バカな、ありえない、こんなことあるわけない。くそ、こんなの嘘だ。なんでこんなことに。もうあんなとこに。
君が僕に話しかけるから負けたじゃないか。本気を出せばこの僕が負けるはずない。集中できなかったから負けたんだ。自分だって喋ってたじゃん。とにかく今日はもう遅いから帰るよ。